もう後ろになんかいる。うちも近い近い。ほらーナイナイナイステイスタジオ、ほらーナイトです。せいつながらね、好きだね。せいつめっちゃ持ってね。最近は頭いいブローカー。その考えが頭悪い。せいつながらって言っとけば頭いいって思ってるじゃない。ということでね、はいはい、本日は海外の方で。海外、海外関係なかったわ。ねえよ。どうした、意味わかんない、どうした、変な日本語が邪魔しすぎて、頭いい言葉使おうとしすぎて。文脈めちゃめちゃやん。お前本編の前に5分ここで使おうとしてまあ今ね、なんかやんわりと入りましたけど、何実はですね、絶対にやってはいけない高齢術をやろう。やめてはいけない、やってはいけない、絶対やってはいけない、やばいですよ、それやばいですよ。ちゃんと実害受けてるしかない。え、もう言ったお前、実害、実害受けじるからでもあったよね、時代ね、あったんですけど、もうちょっとリスナーさんからこうやってっていう意見がありまして、絶対やっちゃいけないんじゃないの。そう、でもでもそれを絶対やらせたいんです。いや、もうやらせんの。まあ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 、そうですよね、皆さんはやらせたいわけですよ。分かってるでしょ、ここでそれやったらやばいっていう。正義と連絡取るの禁止な。まんまとそれに僕らは乗っかろうっていう話ですよね。いやいや、求められてるならね。その法令術なんですけれども、絶対に幽霊が映るっていう、心霊写真が撮れるっていう、うん、高齢者さん。いや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 、そんなうまい話があるわけないよ。そんなことある、そんなことしなくてももう映ってますから、うん、そのやり方なんですけど、1つ目、はいはい、携帯かデジカメを用意します。要するにカメラがあればいい。あー、写真のやつ、写真が撮れればいい。2個目は鏡を用意します。鏡、大きさは上半身が入る程度。おー、全体ではなく上半身ですね。まあ、洗面台にあるぐらいの。まあ、そうですね。なるほど。あー、3、はい、鏡に向かって写真を撮ります。やだね、やだ。自撮りだぞ、こうやって。こうやって怖い、鏡越しの自撮り。まあ、鏡越しの自撮り。ちょっと気持ち悪い。あ、自分を撮んだ、その時点で。鏡越しでこう撮るんだよね。絶対やばいでしょ。よくないそれね。まあ、しかも3枚撮るんですけど、なぜか2枚目は削除します。で、1枚目を現像します。現像なんだ。あ、プリントってこと。あ、そういうことか。鏡と、そう、現像した写真で合わせ鏡になる状態を作り出します。合わせ鏡ってやばいからね。合わせ鏡なんてちょっとグレードアップ版みたいな、より儀式っぽい。鏡と自分だね、鏡越しの自分を合わせ鏡のようにします。次がちょっと不気味なんですけど、はい、6個目が、まあちょっと、おいやいやいや、ええ待って待って、俺何も動いてない、動いてないっしょ、お前何も動いてない、何も動いてない、鳥肌やばかった。え、嘘嘘嘘嘘嘘嘘、俺のベルト落ちたんでしょ。うん、落ちることある、このこのタイミングだ。ちょっとやめてや、もうこれやばい、今だから高齢するのよ。え、ちょっとやばい、今もうしてる。まあ現像写真と、まあ鏡だとしますね。で、こういう状態にします。まあ写真こうやって自分が映らないようにして、この写真と鏡の合わせたやつとまた鏡をこっちから撮るっていう。はい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 。横で言うと鏡、写真、カメラですね。あ、なるほどね。あ、自分映ないよね。そう、だから写真の中の自分と鏡しか映ってない状態。あ、それやばそうだな、マジで。ちょっとやばそうだよね。やってることやばい。最後見てみると、何か映っていると言われているんです。へえ、そんなんだ。何かが映り込むと。工程めっちゃ踏んでるからな。やるの怖い、やるの怖いし、工程やばい。その写真に写るのか、それとも果たしてその周り、ガラス越しの周りに写ってんのかもわかんないし。写真に写るんだよ、多分な。写ってる顔が変になってたりするっていう可能性もある。あるよね、それは。うわ、もうなんか2枚目消すとか、謎の行動がもうやだわ。ちょっとわかんないぐらいよね。まあ最後は3枚目に撮った写真あるじゃないですか。はい、合計4枚撮るわけですよ。3枚目と4枚目を見比べると、そうすると異変が起きている。誰がやんのこれ。やりたくねえ。一旦タツキでやってみよう。なんで。頑張って。一番ちょっと絵師の中では、その霊とちょっと関わりが薄い。まあそれはそうだね、否めない。そうだし、一番多分ビビらないんで、そうだね。だから霊は寄りにくいと思うんですよ。で、何も映らなかった場合は、一応一番霊に関わりの深い、あー、なるほど、専門家、数々やってきましたから、そういうことさんに僭越ながら、はい、もう使い方間違ってる、絶対間違えてるよね。お願いをね、したいと考えている所存でございます。わかりました、ございます。行きましょう、行きましょう。それでは、はい、ケイさん、はい、撮影していきましょう。行きましょう、それでは。
2枚目を消します。2枚目を削除。はい、はい、この1枚目を今から印刷しに行きます。これ今1枚目の写真現像してきましたですね。これと鏡合わせてその真ん中で撮ると。こういうことだね。そう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 、怖くね。てかもう結構やばいよ、やってること。てかもうだいぶやばいよ。エスティハウス怖くない？怖い。もうこれも作りが怖い。鏡だしさ、水回りじゃん、うん、いろいろとやばいな。水回りもあるもんね、ここね。じゃあ撮ります。こういうことだよね。自分映っちゃいけないんですからね。オッケー。はいはいはい、完了ですね。完了しました。はい。お、すげえ。うわ、なんか気持ち悪い今、うん、画面越しで気持ち悪かった、なんか。まあ、後で楽しみにしよう。まだ見ない方がいいと思います。あ、まだ見ない。今撮ってきましたので、はい、3枚目見比べてみたいと思います。はい、これが3枚目だね、俺の単独だね、うん、ああ、はいはい、で、次が写真と撮ったやつですね、1枚目と。うわ、なんか気持ち悪い。なんか変わったものはない。まあそうだね。こんなんあった、黒いの、てん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 。うん、どれ。この黒のさ、てんてんてん。ほんとだ、ほんとだ。あ、この3つのやつ。うん、ほんとだ。確かに。なにこれ、ポンポンポンって、うん、1枚目をアップ目に撮ったやつもあるんで。うん、うん、なんかでもなんか壁なんかところどころ黒くない？うん、なかったね、こんなんで。なんか、シミっぽいというか。シミっぽい、うん。まあ、何か変わってはいますね。変化はあるけど、うん、幽霊とかは写ってないんじゃない。でもなんかさらっと言ってるけど、普通に写真撮ってるだけなのに、こんなんつくのよ。まあそうやね、うん、普通じゃないよね。おかしいよね。写真にはだって入ってないからね。入ってない、入ってないよね。続いてはですね、もうほんと真っ暗にしてナイトショットで。いやー、恭平さん、あ、私行ってもらおうと思います。ナイトショットで。絶対やばいやろ、ナイトショット、うんうん、では行きましょう。はい。うわ、じゃあ、キョウエさん、はい、行きましょう。怖すぎだよ、これ、ね、怖すぎだよ。待てよ、もう後ろに何かいんの。ちょ、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 どうした、どうした、どうした。ん、え、ちょっとマジで俺違うか、分かんなかったけど。なんだこれ、なんか映った、なんかこれだけ白いんですよ。ほんとだ、え、光で飛んでる。何の光もないの、この辺よね、この辺。そう、俺ほんとだ、光ってる。どこも全部真っ暗にしてる今。うん、だし俺が手前にあって光るのおかしいし、後ろ。あ、そっか、うん、後ろが光ってるってこと。え、怖っ。普通に、え、ちょっと待って待って待って、大丈夫それ、開けます。開けてみる。開けて光るのかな。いや、なんもないけど、うん、光が移動してるの。移動してる、何か反射してるってことなのかな。この真っ暗で合わせ鏡やばい。いや、絶対やばいでしょ。もう禁じ手中の禁じ手でしょ。禁じ手でしょ、これ。禁断でしょ、これ。マジ。じゃあ、キョウエさん。はい。行きましょう。行きましょう。合わせ鏡ですよ、動画撮ってみて。うわ。怖い。めっちゃ反射がすごい。てか、これ絶対怪しいよ、こんな。ナイトショットで鏡なんて。これやばい。右の階段がバカ気になる。絶対やばいって。うわ、やばそう。絶対やばい。これはあかん。うん、もう一度あります。うん、で、写真アップ目で。はい、フラッシュやばい。完了、完了です。うん、ちょ、待って、閉めないでくださいよ。ロックリーが帰ってきた。無理です、これは。怖すぎです。やっぱなんか怪しいですか。ちょ、本当に怖すぎる時出ないで、怖いね。ちょ、待って、戻ろう。戻ろう、マジで怖い。もう、なんで開いてんの。なんで開いてんの。え、ちょ、待って、お前開けた。今開けたけど。あ、びっくりした。ちょ、閉めて、怖いよ。今開けたけど。それでは、強兵バージョン見ていこうと思います。はい。フラッシュで。え、待って、何？でも白いさ、白いのさ、もやかかってるよね。なんかあるよそれ。白い、何それ？これなんだ？これ縦の。え、ここだけおかしいね。顔っぽいって顔っぽいね。
お前なんかぼーっとしてない？さっきから。え？してる？ね。誰かが触った後なのかがこう浮かび上がってくる感じ。黒ずみに関して意味わかんないけど。意味わかんないね。おお！